ロータリースピーカーとは、高音部用のホーンと低音部用のローターをモーターで別々に回転させて、コーラス効果を発生させ、音に広がりを与える仕組みを持ったスピーカー。ハモンドオルガンと組みで使われることが多いが、それ以外の電気電子楽器やマイクを接続し、アコースティック楽器と組みで使うことも可能である。回転速度は、速い遅いの2段で停止させることも可能。 ドンレスリーが開発し、レスリーユニットという名称で発売されていたが、この名称が代名詞として一般化している。本来製造、販売元は、ハモンドオルガンとは別会社であったが、現在は、鈴木楽器製作所が商標権を取得し、ハモンドオルガンと共に製造、販売されている。ロータリースピーカーは、本体が大きくて、運搬に苦労することから、核。 オルガンメーカーは、ロータリースピーカーを電子的に再現し、オルガン本体のエフェクトとして組み込んでいる。これは、ハモンドオルガンでは、電子、レスリーと呼ばれるが、一般的には、レスリーシミュレータなどと呼ばれることが多い。技術が進むにつれて再現性は向上してはいるものの、やはり本物のロータリースピーカーにかなわないという声も、ある。そのため、 ロータリースピーカー用のコネクタを装備している機種もある。特にハモンドールガンでは電子、レスリーを省略した機種も存在する。レスリースピーカーは1940年代にドナルド・レスリーによって考案されたドップラー効果を利用してトレモロ、ビブラートなどの音色の効果を出すために作られたアンプ内蔵のスピーカーユニットである。 特にハモンド・ウルバンと接続して用いられることが多いがハモンド社の製品ではない。1960年代以降はハモンド・ウルバンと共にロックミュージシャンに好んで使用されるようになった。プロコル・ハルムの青い影アニマルズの朝日の当たる家が有名である。ザベンチャーズの十番街の殺人ではサクソフォンの音をマイクで収録しレスリースピーカーで出力している。 開発当初の1941年は、ビブラトーンという名称であった。ハモンド社の純正品ではなかったが、似た構造を持つスピーカーユニットが製造され始め、最後まで、ハモンド社はレスリーをオファーすることなく、1965年に、フェンダー社がレスリーを買収する形になった。レスリースピーカーの内部やクず木製の立方体の上部と下部に、スリットが入った。 独特の形状のスピーカーユニットの裏側から見ると、内部は三重構造になっており、最上部が高音部を出すスピーカーに、モーターにより回転する保温が付けられている。中間部にはその保温を回転させるためのモーターと、低音部を出すスピーカーが最下層に向かって取り付けられている。最下層は、真空間式アンプと、ウーファーに取り付けられたローターを回すためのモーターが付けられている。 このローターは高音部のホーンとは逆方向に回転する。モーターは速度を速いと遅いのに段階で回転させることができる。初期のものはストップ、ファーストでスローは装備されていなかった。これらのホーンやローターを回転させることにより、電気的ではなく物理的に音色に効果を与え、ビブラート、トレモロ、およびコーラス効果が得られる。また、 モーターの回転が一定になるまでの立ち上がりや停止までの状態がより自然な効果を生んでいる。ありがとうございます。